数十年前の銀行ではお金の計算をするためにそろばんを弾き紙で記録を取っていた。しかし現代の銀行ではパソコンの普及により高速で計算されネットワーク上に記録され共有されていく。パソコンを使いこなす現代の銀行員の一人分の働きは数十年前の銀行員の働きの何百倍も効率的に効果的に業務成果を上げている。ではその銀行員の給与は何百倍も増えたのか。全くそんなことはない。ではテクノロジーの発達により過去に比べてはるかに成果を上げているのになぜ人は豊かにならないのか。このテクノロジーの矛盾は資本主義の構造と大きく関係をしているんだ。テクノロジーの発達が資本主義の構造により人が豊かにならないメカニズムを一緒に覗いていこう。おお、これが人間の住む地球という星ですか。だな、我々知的好奇心が抑えられるものとして霊長類最強の人間、その人間の営みとは非常に興味深い。そうですね、人間は宇宙の中でもとても優秀だと聞いておりますし、どんな文明を作っているんですかね、ワクワクします。さあ、降り立つぞ。いざ地球へ。ここが地球。乗り遅れる、急げ。うわ、もう満員だよ。来るな、入ってくんだよ。何をこいつらはしてるんだ。忙しいよ。今日も残業だ。仕事行きたくない。なんだなんだ、これが人間。なんでこいつら自ら大変な道を歩んでるんだ。テレビを急いで作らないと。おい、なんだよ、こっちは忙しいんだよ。おい、お前は宇宙の中でも極めて優秀な人間だろ。お前らはそんなに行き急いで何がしたいんだ。だからテレビを俺は作ってんだよ。テレビを1日100台を作らないと怒られんだよ。怒られる？わけがわからんな。この人間たちをコントロールしてるのはどこの誰だ。おい、早く作れ。あそこにいる資本家と呼ばれてる人間のようです。資本家？だった利益を、もっと利益を出さんかい。利益が出んとクビにしていくぜ。おい、お前ら早く一人100台作れ。ノルマ一人100台だ。急げ。おい、資本家、お前は宇宙でも優秀な人間なのになぜそんなに利益を追い求めるんだ。利益を出さんとこの資本主義社会で生き残れんからだろ。こんな小さな俺の会社、一瞬で他の企業にやられちまう。資本主義社会では資本が絶対なんだよ。だから資本を拡大するためには利益を出さんといけんだろ。おい、早く作れ。なんだかわけがわかりませんね。いや、少し人間が見えてきた。どういうことです？この人間たちは利益を出し資本を増やすために競争してるんだ。その競争を通じて人間たちは文明を発達させているんだ。まあ、なんとも不思議な考えよ。もっとテレビを作りまくれ。もっと楽になりたいよ。なんだ、お前楽になりたいのか。だったらこれを使えよ。なんだこれ。これはオレッチの帝国で使われてる 3D カメラだ。これを使えばほら、簡単にカメラでテレビが作られるでしょ。すごい、一瞬でできたじゃん。あ、あれはとんでもないテクノロジーだ。労働者の生産性が爆発的に上がる。宇宙人さんの 3D カメラのおかげですぐに100台のテレビが生まれた。やった、これでめっちゃ仕事が楽になったわ。ありがとう宇宙人さん。まあいいってことよ。これで少しは自分たちのしたいことができるでしょ。やった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 。お前らまだ就業時間中だろ。その 3D カメラによってテレビが簡単に作れるんだったら、もっともっと写真を撮ってたったとテレビを作れんかい。あれ、テクノロジーが向上しても労働者は決して楽にならない。
それはそもそも労働者の時間を資本家が買っている限り、どれほどテクノロジーが向上しようが、この時間内で新たに仕事が増やされるからだ。さらに、ノルマはあの時から増えて1日100台から1万台になっちゃった。なんで昔よりいっぱい作ってるのに給与は上がらないんだよ。え？だったらお前テレビの販売価格を見てみろ。え？あれ？テレビ1台めっちゃ安くなってる。なんで？当たり前だ。結局俺たちが得たテクノロジーもすぐに他企業に情報が漏れて真似される。社会的にテクノロジーが向上すれば社会的に生産能力はすぐに一緒になるだろ。そうなればテレビの値崩れが起き、結局テレビの価格が急激に低下していく。それでどうやってお前らの給与に反映させんだよ。なんじゃそりゃ。ただ今の給与で何の文句がある。その分テクノロジーは発達し、テレビ以外のものもどんどん安くなってるだろ。だとしたら今の給与で飲食住の再生産費であるコストも安くなっているんだから、文句なく暮らせるだろうが。いやいや、ギリギリ暮らせているだけで、結局暮らしは全然豊かになってないんだけど。うるせえ、会社はお前の親じゃねえんだ。まあちなみにテレビを作ることができるロボットも生まれたから、お前らの仕事も今日でおしまいなんだがな。え？グリ君こんにちは、一緒にテレビ業界を盛り上げよう。テクノロジーが進むと、今まで労働者で行っていた仕事もどんどん奪われていく。こうして企業の資本の構成要素は変化していくんだ。テクノロジーの向上により不変資本がどんどんと拡大し、労働者である可変資本はどんどん削られていく。つまり仕事を失っていくんだ。続いてのニュースです。企業の AI 導入を筆頭に不必要になった社員のリストラが問題となっております。現在解雇された人々がバカ野郎ワークに押し寄せている状況です。おい、仕事がねえんだ。どこか働き口はねえのかよバカ野郎。うーん、今まで何をしてたんですか。あんな、俺はこう見えてもな、テレビを1日1万台を作ってたんだぞ。このご時世テレビですか。まあいいです。まあそうですね、テレビといえば今ご紹介できるお仕事だとドグマ放送協会の受信料回収業務ぐらいしかありませんね。なんだって。テクノロジーに仕事を奪われて労働市場にまた人が溢れとる。これで安い賃金でより劣悪な環境で働かされるわ。もっともっと資本の拡大を図るぞ。この競争に勝ち抜くぞ。テクノロジーの向上は既存の労働者の働き口を減らし、仕事を失った労働者はさらに悪化した労働市場へ売却されていく。テクノロジーの発達は仕事が楽になるってことではなく、そのまま労働者の仕事がなくなることを意味しているんだ。スマホでいつでもネットは見れるし、美味しいご飯屋さんは簡単に見つけられる。確かに私生活はテクノロジーによってガラリと変わったけど、テクノロジーって何なんだよ。結局仕事はどんどん劣悪になってるし、どうなっちゃってんだよ。チャット GPT を代表に AI 技術は進む。その AI 技術はいずれ弁護士、税理士、トレーダー、プログラマーなどの専門職の仕事を奪っていくともささやかれ始めた。アメリカの大手求職求人サイトのジッピアの調査では、2030年までには雇用全体の半分以上が AI に奪われるというのだ。そう思うとテクノロジーと資本主義の組み合わせは人間の豊かさの追求とは相反するのかもしれない。なんだか想像してた人間の生活とは違いましたね。そうだな、テクノロジーが発達するのは本来人間を豊かにするためなのに、資本拡大を最優先するあまり豊かになるどころか余計貧しく忙しく自らの首を絞めとる。あやまあかんわな。まあそんな資本主義ですが、本人たちが幸せそうならそれでいいんですけどね。まあ幸せそうなやつは一人もらんかったけどな。